こんにちは。今回はワンピーが、まあ、次回の新環境のパックで、リメイクされるっていう、まあ、なんか情報が出ていたんですけども、これダークネスエボルブの、リメイク版が次のパックで出ると考えるならば、私の嫁であるオリビエがリメイクされる可能性は非常に高いと。なおかつ、フォルテとかな、フォルテはスタンダードか、ごめん。オリビエがとにかくこの、リメイクされる可能性が出てきたっていうのがすごい嬉しくて、シャドバで一番好きな、やっぱカードっていうのはもう、オリビエ、オリビエ、フォルテあたりなんで、まあ、この嫁がね、リメイクされるっていうのも本当すごい楽しみです。で、オリビエがリメイクされて、みんながこう、オリビエ強すぎやろ、強すぎやろとぶっ壊れ、みたいな感じで、なんかオリビエがこう、もっともっとみんなに使ってもらえれば嬉しいなと思います。やっぱ、好きなだけあって、全然使われてなかったカードなんで、まあ、これが、やっぱ、ダークネスエボルムのやっぱ顔じゃないですか。この顔のカードが、やっぱりこう、みんな使ってほしいわけで、もうほんと、オリビエのフィギュアとかな、アマゾンで買ったりするぐらい好きで、オリビエのフィギュアってだいたい2万ぐらいするんですけど、それも2体ぐらい持ってて、もう、オリビエのフィギュアとかも買いまくってるほど好きなんで、このカードでプレミア3枚作っても、オリビエの愛がたまらないから、もう本当にこのカードがなんかリメイクされたら、もう、まあ、絶対、プレミアム作るわ、絶対。まあちょっと声聞いてみるか。新たなる世界を求めて行くぞ。我が剣、我が意志、俺は戦。ああ懐かしい。闘争の果て、遥か地平の新世界へ。闘争の果て、遥か地平の新世界へ。でちょっとオリビエリメイク兼ねて、まあちょっとそれ着てほしいっていう念を込めて、ちょっとオリビエ環境に流行っていた、ドラゴンを使っていこうかなと思います。だから、サラマンダーブレス、水流神の巫女、竜の陶器みたいなカードも全部省いて、オリビエの環境で使われていた、ドラゴンのデッキ使っていこうかなと思います。もう進化をふんだんに使っていく。まあ、勝つとか負けるとかはどうでもいいです、別に。その試合を通して、オリビエとの、シナジーを効かせればいいと思うんで、フォルテとオリビエを使っていく。もうそれだけでも幸せなんで、私は。オリビエが嫁なんで、私にとって。もうそれだけで幸せやから。さあ、宝石のエル。これもスタン落ちすんのか。これいつやったっけ。これ、クロノジェネシスやったっけ。なんか、最近のカードやんな。さあ、次の対戦は ?YouTube! AA ランクに当たっていく。AA ランクに当たっていく。草なんだけど。ああ、懐かしいな、これ。こう、切るよ、サタン1枚入れるのも面白かったかもしれないな。オリビエを入れていくオリビエのプレミア。いや、もうオリビエ大好きやわ、もう。なんか、アンリミでな、オリビエがなんかこう、もっと進化したらの効果のカードがいっぱい。なんか、でも次なんか、進化こそが、なんとかみたいな感じで。また進化、ああ、もう幸せ。もうこの時点で負けても勝ってもどうでもいいわ、これ。負けても勝ってもどうでもいいわ、これ。うん。別にいいわ、もう。もうオリビエ2枚来ただけで幸せなんで。もう行く、これ。もう、やばいやばい、もう、もう嫁に囲まれてこんな幸せなことないぞ、これ。もう幸せ。オリビエ3枚プレミアと、ドラゴンフォルテさん、これ幸せなんで、この時点で。もう進化ふんだんに使っていこう、ネプチューンも来たし。なんかネプチューンっていう芸人おったじゃないですか。ネプチューンの有田やったっけ。ん、ネプチューンの小林やったか。ん、森嵐の少し休みにかるじで。でドラゴンウォーリアーがちょっと多分刺さらないんだよな。作戦か。次7コスでおこのな、まあドラゴン、まあちょっと難しい。まあ作戦でいいかな。ここ作戦でいいわ。で、モリビエは別に、芯が3つなくなってから使えばいいんで。さあ、ここさ、どう来るか。1点与える。ウィスト、小高かしいねー !YouTube でー私たちは、この力になって。これ進化することによって、オルカ全てを進化させる。で、2回攻撃。あんま意味ないのか、これ。この海域に近づかない。この海域に近寄らないで。優秀やな。
さあどう来るか。攻撃する。で、それだ、うん、ゆうちゃんやな、これドラゴンウォーリア刺さるな。これも進化系また使う感じで、一息にしたオリベス。やばい、オリビエ3枚はもう幸せの真骨頂やなこれ。怪人とかね、いや、いやもう こんな幸せなことないな。なんか人生で一番幸せやわ。今年一番モコウさんにフォローされたよりもなんか嬉しいわ。いやマジでマジでマジでめちゃくちゃ、まあ、ウィーナス幸せ幸せ。もうオリビエ3枚も勝ち負けとかどうでもいいわ。もうオリビエに囲まれて、フォルテに囲まれて、もうフォルテもう一枚か、フォルテ3枚とオリビエ3枚に囲われたらもう多分行くわ、多分行ってしまうわ。ゆうちゃやだ、ゆうちゃ。だからドローソースが尽きないからな、めんどくせ。フォルテで一気に押していきたいってもあるが、行くかこれ、行くこれ、もう行くわ。我が暗黒の翼落としてみよう。この一層止めてみせろ。落胆させないでくれよ。優勝やね。うわお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 わ。オリビエ次出すか。お、ま、マンモスの敵か。てかまあまあ6点は顔しかないのか、盤面取れないしな。まあ顔は確定って感じか。でもジェネシスドラゴン次のターン出すことができると、ゆうちゃん、で、ブレ、うわ、小賢しい。これ、小賢しいな、これ。じゃあ、じゃあ、6点、まずまず、オリビエが刺さない。あ、ブレイジングルス引いてく。ブレイジングルス引くんだったら、新たなる世界を求めて。いや、これいいな、これ。闘争の果て、遥か知恵の新世界へ。これ、お相打ち取っていく。じゃあ、ウィーナスがちょっと残したのはちょっと痛かったけども。さあどう来る。白狼を呼んでいく。ただ白狼は破壊しなかったね。ああいうでもちょっとめんどくさいな、呼んでろうで。次マンモス来たらまずいな。白線だったらもう行くしかないなこれ。いやでもオリビエ、いやもう行くしかないよなこれ。ぶっちゃけ行きまーす。想像の前には破壊がある。この90っていうスタッツ、そろそろ全てを終わらせようか。まあ間はガチやけど、まあこっちも一応ガチなんやけど、いやもうオリビエ様に囲われただけでも嬉しいんで、もう十分。このジェネシスの進化後のイラストも最高やな。大阪しいでクリスタルと共に悠長な風足くんな。でもこれエリンゲ進化、あ、違う違う、リラ進化で、え、え、あ、もう楽しいね。やばいな。でもこれ、あ、ジェネシス、あーでもジェネシスで買ってたのか。いやジェネシスで買ってたなこれ。オリベー出してもしょうがないしな。惜しかったジェネシス。あーでもこれも負けてもオリベーを使えたということに、あの快感を覚えてるので、別に負けてもいいんですよ。もうここ幸せなんで私これで。あーオリ、もういいわ。なんかもうオリビエに囲まれるだけでほんといいんで、次の試合はなんか負けてもいい。オリビエが来てくれるだけでいいんで。いやでもなんかオリビエが、オリビエオリビエ言ってんのなんか変態と思われてしまう。普通の健全な男性なのに変な人と思われるのが嫌なんだよな。まあ、ちょっと最後一戦だけやるか。うん、ちょっと10分でもいいや今日は。オリビエリメイクしてくれよマジで。これも願いを込めた動画なんで、勝ち負けよりもオリビエがリメイクされることを取る。でワンチャンオリビエがなんか顔になってくるとなんかすごい嬉しいな。いい感じ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 。こっち陶器も水粒子も入れてないからな、完全にミラー線においてな、すごい弱いから。優勝だブルージュル秀君。リンガリンガ幸せな金の大願者なら優勝やな。まあここはタクセン打ちまーす。で次にアイラ出してって感じかな。ちょっとごめん、まあちょっと LINE でちょっと
駅まで来てくれって言われたから、ちょっとやめなあかんな。ちょっと待ってごめん、私もうやめろ、この試合でやめろ。ちょっと緊急の用事が入ったんで、ちょっとシャドバ取ってる場合じゃない。ごめんちょっとごめんやけど、ちょっともう一瞬で終わらすわ。ちょっともうマジになった時の帝王は強いから、もう一気に行くわ。もう一気に終わらすわ。ちょっと1分か2分で終わらさないと間に合わないな。うん、ちょっともう一瞬で終わらせるわ。もうちょっとオリビ、うん、ちょっと本気出して終わらすわ最後。うん、アタックさん、勇気を、で何もするな。てかこれ破壊したら気流兵いけるしな。もう優秀やで、カーサジで。だったらもう行くわこれ。うん、バッコリ我が暗黒の翼落としてみよう。ダリエ一気に行く。で次のターンフォルト引いたら勝ちなんで、むしろこれサラマンダブレスなんか倒せないからこれ一気に行く。今の関係アイラ入れてるっていうのがアンリミの中ですごい珍しいから、うわーうわーうわー、ワンチャン勝ち。もうあでもそれいいよいいよ、オッケー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 。カレタテカレアホキ救いよ。えこれ8で9、うわーフォルで2枚スキル勝ちか。もう終わらせよこれ、もう終わらせたい。そろそろすでに終わらせようか。こうできねえカレタテよ。これなあ、あ、勝ちました。もう一回勝ち。もう一回天気なく勝ちのパターンやわ。ウルズ、ウルズをヒレズー、我が暗黒の翼を落としてみよう。我が暗黒の翼を落としてみよう。ちょっと今回すごい短い動画なんですけど、ちょっと緊急の用事入ったんで、ちょっとこの辺で終わりにしようかなと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。